17世紀のアイスランドの写本 AM73842 に描かれたバーリ。バーリは北欧神話に登場する司法神の一人。コエッタの巫女の予言及びバルドルの夢によると、バルドルがロキに騙されたヘズに殺された後、父オーディンは巨人の女の予言に従って復讐者となる息子、バーリを女性リンドに生ませた。バーリは人よして成人し、 腹違いの兄であるヘズを殺した。バフスルーズ・ニルの言葉及び、スノーリノエッタ第一部、ギュルビ・タブラカシによれば、イボ兄弟のビーザルと共にラグナロクを生き延びるとされる。伝承では、再生したバルドルと、ヘズとも出会うと言われている。なお、死後法では、バーリを表すケニングとして、オーディンとリンドの子、バルドルの復讐者のアース、ホズの敵で殺してなどを紹介している。 サクソグラマティクスが表した歴史書デンマーク人の辞席ではオーティヌストリンダの息子ボースとして登場し最終的にホテルスと相打ちになるロキとの間に魔物を生んだアングルボザであろうありがとうございます